錦鯉の長谷川雅紀です。中島大石です。お願いします。はい、本日は、ですね、はい、本日は運勢ランキングにコメントをいただいたんで、はい、ありがとうございます。名数のやつに、はい、それをちょっと今日はねご紹介したいと思いまして、はい、よろしいでしょうか。はい、どうぞ。運勢ランキング8位の名数5の男性が、うん、職場のレクリエーション中物理的な圧力で肋骨を折りました。しかも彼に全く非がないにもかかわらず、うん、お互い様で片付けられそうです。うん、9月早々これからなので、この先がちょっと恐ろ楽しみですというなるほどコメントをいただきまして、恐ろ楽しみっていうところちょっと引っかかったんだけどよく聞くと、ええ、本人じゃないんだよねこれね。これね、知り合いがひどい目にあったよと、うん、占いの通りひどい目にあったよと、うん、しかもそれは9月の運勢なのに、はい、入って早々まずこれかいと、残っとったぞと、まるまるまだ1ヶ月残ってるから ね、今後どんなにひどいものが待ってるか、うん、楽しみだと。だからこの彼女と、彼女なのかな、まあ、分かんないですけど、その彼のこと嫌いなんですかね、そういうわけじゃないですかね。まあね、あの人の不幸はなんとやらだからこれ勝手に、勝手にっていう言い方はあれですけど、その彼の生年月日を見て、あ、面接はあれだなと思って、あの人の運勢はどうだって見て、うん、あ、本当だ、当たってるってなったってことですよね。ですよね。あとでも物理的な圧力でって感じなんですか。物理的な力以外で肋骨折れることあるねえ、まあ、それはそうだろうって。精神的な圧力で折れたら肋骨が折れるものないですからね。まあもう一件コメントいただいたんですけども、はいはい、8月8位だった名数3です。はい、確かに面倒なことがたくさんありましたが、うん、アドバイス通り一つ一つ誠実に対応したと思います。うん、9月はその流れが生きて、生きそうなので続けていきます。うん、いつもありがとうございますと。ああ、これは、うん、あのうまくこの番組というか占いを使ってもらってると、うん、やっぱり占いってそういうふうにそのどう対処するかっていう素材にしてもらいたいんでね、はい、そう、悪いから悪いんだで萎縮するんじゃなくて、うん、で悪いんだったらじゃあどういこうかっていうふうに使ってもらうのが、はい、一番まあ賢い使い方だと。そうですよね。もう、うん、悪いからそのなるべくあまり深入りしないだとか、うん、そのあまりでで、外出しないだとか、うん、そういうことができるわけですよね。あの前もって知っとけば対処できるぞと、うん、まあ、全てはそこにかかってるわけですよね。はい、うん、というわけでね、コメントいただいてありがとうございます。ありがとうございます。うんと、で長谷川さん、はい、8月どうでした。ああ、ちなみに長谷川さんほら名数1で、ええ、あの長谷川さんを除く名数1の人は確か、うん、あの8月第4位でとっても良かったんですよ。僕を除くってどういうことですか。僕も入れてくださいよ、それ。長谷川は同じなの。ほら別に合ってるからないですよ、長谷川はって。いつも、9つのランク中いつも10位の席をしてる。なんでですか。年中10位なの。年中10位で、あのいや、おかしいでしょ。どうでした。いや、僕はね、その、うん、だから上位だったんですけど、ベースはい、で確かに8月良かったんですよね。もう普通にその芸人としてその結構ライブに声かけてもらえるようになって、うん、結構まあ大きなというか、そういうところにライブにちょっと声かけてもらってそのよく出させてもらえるようになったっていうのがあって良かったですね。じゃあ謝罪して。いや、どういうことですか。何に対して。8月運勢良くてすいません。いいですか。いいです、僕運勢良くても。なんでそういう。ちなみに先生は、先月やらせって言われた、うん、先月僕名数第1位だったんですね。お、一番いい運勢だったの、うん、自分でやってるから自分で良くしたんじゃないかっていう疑惑があったんだけど、やらせ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 。実際どう。実際ね、まあ、その良さが達成の良さってやつだったんですよ、うん、でやっぱりいろんなものがちょっと一区切りついてというかです ね、そういう良さは確かにありました。だからまあ、ね、コメントではあまり良くないのがね、うん、出てしまってるって話もあったんですけども、ね、うん、俺たちいいぜ。何なんですかそれ。自慢。いやいやいや、だからちゃんと当たってるってことですから、まあ、名数が良かったから、まあ、9月はまた別の運勢がね、はい、来ておりますので、うん、またね、コメントをぜひぜひ、どうだったか、良かったよ、悪かったよ、みたいな、ね、ぜひお知らせください、うん、お願いします。はい、はい、というわけでね、また明日も強く生きていきましょう。ありがとうございます。